しょ。あのちなみにさ、パルパルはさ、なんかさ、クルさんと、クルさんのことが好きなんじゃないの？なんかツイッター上げたじゃん。あ、ネタだったの？あれ。うん。なんか見たんだよね。なんかすげえなんか、パルパルってさ、なんかツイッターがいいねとかすごいじゃん。で、リツイートとか回ってくんのよ、俺も。で、なんかクルさんと付き合いましたってあったけど、あれ嘘だったの？だゼロワンと付き合いますみたいになっちゃう。あ、ネタだったんだ、あれ。腕の傷？これ？あ、これは分かんない。黒雪に引っかかれた。これはあのバイクで転んだ時。生傷。うん、エルピさんがまさかの来る。いやー、エルピさんもお勧めしませんけどね。やめた方がいいっすよ。エルピさんなら出会いあるでしょ。有名配信者なんだ。クルートゼロは知ってるよ。クルートさんとゼロワンが付き合ったから、さあ皆さんお手を拝借とか、こうおめでとうつね。おめでとうつ。ディズニーランド、ま別に他のやつ連れてけじゃん。エルピさん麻雀できるの？もう誘いたんですけど、ぜひ。エリピさん、麻雀、今放送中？エリピさん。電話番号教えて、エリピさん。麻雀大会誘いたいんですけど。うん、麻雀できんの？エリピさん。ぜひ、もし今放送中であれば、まあ、電話番号教えて、あ、じゃあ俺電話番号書くからかけてきてください。うん、え、エリピさん。放送中が分かんないけどね。今でも放送中じゃないのかな多分、うん、え？エルピーさん何？ゼロワンとクルさんが付き合ったからってバルさん抱いて自殺配信しようとしたの？俺もやったけど昔こうやってバルさんこうやってやってさ、え？なんで？もっとね、いい女いるって、あんなクソビッチは、ね、あんなさ、もうすっぴんだったら、おかめね、眉毛が全くないね、おかめ納豆みたいな、化粧してるからまだ可愛いだけだって、胸もないし、スタイルも良くないし、全然。うん。で、太もも汚いし、うん。もっといい女いるから、エルピさん。いや、ほんとや本当だよ、エルピさん。マジで。うん。レイレさん大丈夫、うん、そう、一人だしね。そう、一人なんですよ。クルさん一人なんですよね。一人まぶた。いや、太もも汚かったな。うん。シミがなんかあるね。うん。やっぱ、いったもクルさんもね、やっぱりなんか、太ももがし、ね、あんま見せたくない。そう、シミがあるね。あの、コンプレックスだね。うん。汚いシミの太ももがコンプレックスだって言った。うん、明日金杯近藤がじゃやめろや！じゃ来なくていいから、マジで。ほんでやめて。いや、バイさんだけだよ、近藤は無理。ほんと、近藤とは絡みたくないんだ、俺もう。マジで。バイさんだけだといいよ、明日くんの。近藤は無理だから、やめてください、なんと。うん、まあ、確かに、どこに、どうせ茨城にいるのか、あいつら。やめてください、もう、俺の家に来るとか、もう、リアトツはやめて、ほんと。ね、金梅さんとはさ、今日飛べなかったでしょ、バンジー。ね。
バンジー飛べなかったんでしょ。やめたのに配信者。やめたはいいよ。だって見たよ俺、うん、今日誰が、だヤマトさんは飛んだでしょ。まあ一応近藤も飛んだでしょ。あ、誰だっけ、みやびくん飛んだでしょ。やっちょ飛んだじゃん。金前さんだけなんか飛ばなかったんだって。もうビビって飛ばなかったは知らないけど、うん、帰りに寄ってもいいけど、別にすぐ帰ってよ。俺はもう絡まないから。いや別に来るのは構わないけど、俺ん家にね。ただ俺は絡まないから、正直。うん、近藤がいる限り無理。あ、別に近藤いなかったら全然いいよ。俺近藤だけはダメなんだよ、マジで。そう。だから冷たくあしらうしかなくなっちゃう、近藤がいる時点で。うん、門前払いになっちゃうね。だって近藤いるんでしょ、だって。いや、近藤だけはダメなんだよ。いや、アウトローキャラビビんねえよ、正直。シャブ中じゃん。今までシャブ服用してるかもしんねえじゃん。わかんねえじゃん。俺、シャブだけはダメなんだよね。別にアウトローでも、だってヤマトさんだってアウトローっちゃアウトローだよ。ヤマトさんだってさ、お前ら知らないかもしんないけど、ね、後ろに、ね、竜が如くの主人公のいるじゃん。なんでだっけ、あいつ。竜が如くの。名前忘れたけど。桐生一馬か。うん。桐生一馬はこう、ドラゴンの入れ墨入れてんじゃん。ヤマトさんも同じ入れ墨入れてるからね。お前らわかんないと思う。でもヤマトさんは別にいいのよ、俺は。うん。別にしゃぶ中とかもないし。うん。入れ墨だけだよ。そうそう、入れ墨だけだよ。だけど、一応入れてるわけだよ。ヤクザみたいな。ドラゴンの入れ墨を。じゃ、聞いてみろよ。なんか今放送中なんだろ？いや、マジで聞いてみ？ヤマトさんに。後ろにドラゴンのでっかいネズミ見せてって言ったら見せてくれるから、絶対。うん、見せてって言えば、登り竜のそう。うん。見せてくれるよ、ヤマトさん。うん、聞いてみ？多分今放送中からないけど。うん。いや、見せてくれると思うよ。だって別に入れ墨ってバンなんないじゃん。いや、ヤマトさんいい人だよ。うん。ただ、入れ墨が入ってるってだけ。うん、そう。うん。だから、そんなん入ってたところで俺、近藤の方がよっぽど嫌だっつうんだよ。まあ、近藤入ってないけど、近藤はもうしゃぶ中だから。うん、近藤は俺無理だから。近藤が来るんだったら、じゃあ近藤別れてきてよ。近藤別れてきて。うん。そう。近藤では来てもいいけど、近藤と別れてきて。別にいいけど来ても。俺じゃあね、汚いけど。入れますよ。来てくれたら。うん、宮城を役中でしょ。あ、そうなの。まあ、わかんないけど、近藤はだってもう、いや、薬で4、5回捕まってるからね。近藤が運転すんだよ。じゃあもう来ないで。もういいよ、来なくて、マジで。やめて。俺を巻き込まないよ、と。うん。朝から出かけるから、もう起きて。風邪ひいてるけど、出かけるもん、朝から。パチンコ行けるもん。やだよ、会いたくねえもん。いや、だって、いや本当に来んの？いや、もう本当にやめてほしいんだよ。じゃ、来ないで言っといて。マジで。今、放送中か知れないけど、向こうで、俺はちょっと、来てほしくない。うん。いや、金梅さんは炙りだからいいんだよ。うん。金梅さんは炙り。みやびくんはわかんない。注射かわかんないけど。まあ、注射だったら関わりたくない。うん。みやびくん注射だったらね。金林さんは炙り覚醒剤だから許せるの。うん。そう。だけど、近藤は注射じゃん。注射だから嫌なの。関わりたくない。うん。いや、聞いて、
炙りだったらやり直せる。体内に注射で入れたらダメだよ。え、みやびくんも注射なの？じゃあダメだよ。俺絡みたくない。ほんだらみやびくんも注射なの。みやびくんとか一番ゴミだからね。もう絶対引退しないから、あの人。みやびくんが引退するわけないから。100%。断言してやるよ。今年中に絶対また放送を開けて帰ってくるよ。もし本当だとしても。辞める人は引退しますとかね、やらないから、そんなこと。必ず帰ってくる。ね、リアルにまともに行きますっていう人ほど、ね、無理でお金に困って帰ってくるのは目に見えてんだから。引退するわけねえだろ。みやびくんだな。ゴミがよ、ほんと。引退するわけねえな、ゴミが。そう、AV 女優とかで一緒だよ。ね。復活して。うん、また帰ってくるよ。金に困ったら、帰ってくるだよ。みやびくん。ほんとじゃあ明日やめてください、来るの。うん、関わりたくないんで。うん、もう、君たちとはもう関わりたくない。ほんとに。メリットはない。ほんと。だって俺なんかメリットあるよ。あいつらが来たところでさ。なんもないじゃん。俺にメリットなんて。ないでしょ。卒業だよ。卒業式とかよ、お前舐めてんのか、お前。50人もあって卒業式ってなんだよ。そんなことも言えないでよ、ぱったりやめろ、やめるんだったらよ。配信なんてよ。バカなんじゃねえのか、お前。おい、みやび。ごみやびよ、おい。何が卒業式じゃ、ボケが。おい、ごみやび。なあ。50人もなってよ、卒業式中学生、高校生気分間違ってんじゃねえぞ！ゴミやびや。クソだ。頭いかれてんじゃねえか、おめえ。50人もなってよ。働けよ！なあ。もう家族もいてもおかしくねえ年じゃねえかって、めえはよ。何配信なんかやっとんじゃ、ボケが。おい。ゴミやび。クソだ。卒業式とかよ、お前何歳なんだよ、おめえよ。ゴミやびてめえ。おい！何歳なんだよ、卒業式ってよ。50人もあって卒業式とかよ。なあ、ゴミやびくん。ねえ。やめるんだったらさ、何も言わずやめろよ。何が卒業式だ、ボケが。どうせ年内またやるんだろ、てめえ。分かってんだよ、こっちはよ。何が卒業式じゃん、お前。ほんでそう、じゃあお前らもそう思うだろ。だいたい、ゴミやびなんて、間違いなく、年内復活するから。100%。100% 復活する。うん。森トラダムスの大予言だよ。うん。ゴミやびは絶対復活する。うん。そう、入学式とか言って、またやり始めるよ。卒業式ね。うん。卒業式して、また入学式とか言ってやり始めるから。リアルで生きられるわけがないよ。うん。配信者として甘いしね、ふわっちやって甘い汁をすすって、リアルに帰れるわけねえから。うん。絶対。うん。ね、まあ、リアルに帰ろうとはするよ。うん。だけど、ね、それダメになったら、また配信に戻ってくるのは明白なんだから、100%。うん。何が卒業式で。うん。バエさんとかもさ、あそこら辺もさ、頭おかしいんじゃねえの、あいつら全員。帰ってくるの分かってさ、何がみやびくんの卒業式で。気持ち悪いな。あ、ポニーさん、アナビアです。ポニーさん、アナビアだと。あ、どうだ、ありがとうね、ティッシュ。
やさん、あれだついつも。あやさん、ありがとうね。あやさん、ほんとありがとう。もう今日もね、ビジョンいっぱい投げてもらったんで。あ、ピーマンさん、ありがとう。いつもありがとう、ピーマンさん。ピーマンさん、2発目ありがとうございます。ピーマンさん、ありがとう。金丸さんあれなの？あの、ユータンと別れたの？あ、ポリさん、匿名さんご家です。